少し方向の向きを変わりまして、今度は三重ファイヤーバード、右から左へ攻める格好で試合再開となります。状況はフォースダウン4、4回目の攻撃、攻撃権更新、残り距離4ヤードという状況です。三重、しかしここでフォーメーションを変えまして、パントフォーメーションとしました。パンターは25番の鈴木が務めます。富山大学出身のプレイヤーです。このパントを広島はリターンしません。フェアキャッチとしました。これによりましてキャッチした地点、広島自陣28ヤード地点からの攻撃という形に変わります。再び攻撃権を取り返す形になりました広島ホークス。ボールオン自陣28ヤードからの攻撃に入ります。広島ファーストダウン。まず中央突破を図ります。ランニングバック33番ハンドオフを託され、中央で突進し約3ヤードのゲインとしています。ランニングバック33番は河野、吉備国際大学出身。広島自陣31ヤードに入りましてのセカンドダウン7。さあ今度も中央突破です。ナニバック39番ハンドオフオプションでボールを託されまして、約6ヤードのゲインとしています。キャリア39番は竹之内、関西大学出身。広島自陣37ヤードからサードダウン残り1ヤード。広島ファーストダウン。再びハンドオフオプションでランニングバック20番に託しました。これに応え20番攻撃権更新です。広島ファーストダウン。ランニングバック20番は玉山、京都教育大学出身。広島着実にゲインを重ねまして自陣40ヤードまで押し返しました。この位置から広島ファーストダウン10。さらに行きます。ナイスゲーファースター。クォーターバック3番プレイアクションからワイドレシーバー1番にパス。これをキャッチした1番見事にキャッチアンドランし攻撃権更新です。広島ファースター。パスを投じましたクォーターバックの3番は山口、アジア大学出身のチームのバイスキャプテン。そして取りましたワイドレシーバー1番は1位神戸大学出身のルーキーです。広島相手陣35ヤードの位置からのファーストダウン10。抜けました。タッチダウン。ここで広島が選択したプレーはオプションプレー。クォーターバックが持つかランニングバックに託すかのプレーでして、ランニングバック33番にピッチして託しました。これを受けた33番見事にオープンを右オープン疾走しまして、そのままエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。広島6点獲得。見事なタッチダウンランを決めましたのはランニングバック33番の河野、吉備国際大学出身のルーキーカムバックプレイヤーです。かつての X3 リーディングラッシャーがここで復活を遂げています。
し、このトライ4ポイントは失敗、6点止まり。広島ホークス12点、三重ファイヤーバード0点。しかし広島ここでタッチダウンによりさらにリードを広げることに成功しました。このトライ4ポイントにおけるプレーの2点、そしてキックの1点は最終的に引き分けとなるかならないか、その1点によって勝敗が分かれるという状況も見ます。その意味ではこのタッチダウンのとのワンプレーも極めて勝敗では重要な要素になります。とはいえ現時点では広島が2タッチダウンを取りましてリードを取った形になっています。この状況を見え打開に入ることができるでしょうか。先ほど得点を挙げました広島のキックオフで試合再開です。キックオフキッカーは66番の山岡、島根大学出身、こちらもルーキーです。三重リターンに入りました。味方ブロックを相手しながら右オープンを展開し約30ヤード返し、自陣30ヤード地点の攻撃という形にしています。この位置から三重ファイヤーバードの攻撃となります。三重ファイヤーバード自陣31ヤードからファーストダウン10。さあここでテイルバックにアイフォーメーションのカウンタープレーを展開しました。ナニバック16番右オープンを展開図りまして約4ヤードのゲインとしています。三重16番は下手、鳥取大学出身。三重ファイヤーバード自陣35ヤードからセカンドダウン6、2回目の攻撃を攻撃権更新距離残り6ヤードという状況に変えています。パス不成功。ここでクォーターバック9番ワイドレシーバー、カイトエンド83番へのパスを投じましたが、これを三重ファイヤー、失礼しました、広島2番がパスカット、パス不成功と変えています。これにより三重はサードダウン6の状況となります。ボールオンは自陣35ヤード、三重サードダウン6。ここでランニングバックに手渡して中央突破を図らせました。キャリアは25番カットバックを切ってこの攻撃権更新を図りましたが、しかしわずかに届いておりません。フォースダウンの状況に変わります。ランニングバック25番は鈴木でした。富山大学出身。三重ファイヤーバードフォースダウン3、パントフォーメーションを選択しました。パンターは25番の鈴木が務めます。スナップミス。さあ広島リターンに入ります。スナップが大きく後方にそれる大き、スナップになりまして、パンター25番、これをなんとか抑えて蹴り返すことにできました。しかし距離を稼ぐには至れず、自陣出しておりません状況での攻守交代ですが、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。この反則いずれのチームにあったか審判の判定を待ちましょう。ファーザーファーズラフィンザキッカー広島11ディフェンスの反則です。ラフィングザキッカー、蹴り終わった選手へのヒットをしてしまいました。ボールを投げた後、蹴り終わった後の不自然な状態にある選手に対するヒットは危険な行為として扱われます。この反則により15ヤードの罰退。
必然的に残り距離を更新する形になりまして、三重ファイヤーバードファーストダウンを獲得という形になります。攻撃喪失という形になりかけた三重ですが、幸い相手の反則によりまして攻撃権継続という形になりました。ボールオンは相手陣に入って47ヤード三重ファース、三重ファイヤーバードファースター。パス不成功。クォーターバック9番、ここでワイドレシーバー80番へのパスでしたが、このパスは不成功という形に終わっています。ダウン進んで三重セカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバード相手陣47ヤードからセカンドダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでアスプレーを続けましたクォーターバック9番、しかしそれを取りましたが広島ホークス33番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。インターセプトを決めましたのは広島ホークス33番の河野キー、国際大学出身のプレイヤーです。攻守双方において活躍をしております。攻撃権を得ました広島ホークス、自陣40ヤードからファーストダウン10。さあここでパスを投じようとしましたが、ターゲット見つからず右に流れて外へ押し出される形になりました。三重ここでディフェンスにおいてまずプレーを見せ、相手の攻撃の出花をくじきました。5ヤード交代させています。広島自陣35ヤードからセカンドダウン15。クォーターバック3番、ここでミドルゾーンへパス、これをワイドレシーバー1番ディフェンスと競り合いながらキャッチしまして、約13ヤードのゲインと書いています。投じましたクォーターバック3番は山口、アジア大学出身。取りましたワイドレシーバー1番は1位神戸大学出身。広島自陣48ヤードからサードダウン2。突破しました。タッチダウン。ここで選択しましたのは中央へのランプレー。託された何学22番、タックル受けながらセカンドへ放投、さらにサードへ放投で突破、一気に独走状態になりましてエンドゾーンに入ってタッチダウン。広島6点獲得です。見事なタッチダウンダウン決めましたのはランニングバック21番の岩田、立教大学出身のプレイヤーです。ここでしかしイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスチームには開始時間までの制限時間があります。この時間内にプレーを始めなかった場合は5ヤード抜体となります。従いまして5ヤード下がりましてトライ4ポイントをやり直しという形になります。
キック成功。今度はキッカー66番山岡、見事にトライ4ポイントのキックを決めました。これにより1点追加となりまして、広島ホークス19点、三重ファイヤーバード0点となっています。広島着実にタッチダウンで加点を重ねております。三重ファイヤーバード、なんとかここに一矢報いたいところでありますが、試合時間前半残り3分50秒を生かせることができるでしょうか。さあリターンに入った、果敢に中央突破します。勢いに乗りまして自陣35ヤード地点の攻撃を確保しました。三重ファイヤーバード自陣35ヤードからファーストダウン10。幸いクォーターバック自ら抑えていました。しかしこれにより約5ヤードロスという形になっています。あわや攻撃権喪失という危機でしたが、しかしそれはなんとか確保し、三重ファイヤーバード自陣30ヤードからセカンドダウン15の状況に挑みます。さあここで中央突破を図りましたが、しかしこれは広島フロント陣の圧力がありまして、さらに2ヤードロスという形になりました。三重ファイヤーバード自陣28ヤードからサードダウン17。ここでホイッスル。チームタイムアウト。三重ファイヤーバード。三重ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。三重ここで攻撃の手数を確認したく、まず一旦ここでタイムアウトを入れます。本日の配信は X3 全13チームの企画によりまして、全てのチームおよび画面上に今映し出されている様々な方々のご支援ご協力を得まして実現しております。皆さんのご厚情大変ありがとうございます。このご協力企画によりまして、この会場に来られない様々なご幼少の方、ご高齢の方、ご病状をお持ちの方、海外など遠方地におられる方にもこの試合をご覧いただくことが可能になりました。皆様のそのご好意に応えられるようできる限り全力で良いものにしていきたいと思います。さあタイムアウトを解けまして、三重サードダウン11の状況に入ります。パス成功、タッチアウト。ここで三重ワイドレシーバー32番にパス、これを32番ワンハンドキャッチ、そのまま一気に独走状態になり、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。この反則の判定どちらにあるでしょうか。ブライサイドブロック、三重ファイヤーバード83番
反則点よ、15ヤードのペナルティ、パーサオフェンスの反則です。ブラインドサイドブロック、見えない位置から死角の位置から飛び込む形でブロックしました。オフェンスの選手はブロックするのは正面からという形で縛りがあります。背後からのブロックは危険な行為のため反則という形になります。プレーそのものは成立していますが、その反則発生地点からの罰則という形になりまして、タッチダウンとなっていませんが、しかし攻撃権更新とはなっています。三重ファイヤーバードファーストダウンは獲得しました。したがいまして三重相手陣43ヤードからのファーストダウンテン、今度は短いパスを通しました。クォーターバック9番ワイドレシーバー32番に再びパスを通しまして、約7ヤードのゲインとしています。素晴らしいプレーを続けています三重ファイヤーバード32番は久保、兵庫県立大学出身。三重ファイヤーバード相手陣36ヤードからセカンドダウン3、ここでホイッスル。フォルスタート、オフェンスの反則です。フォルスタート揃ってスタートしておりませんでした。5ヤード下がりましてセカンドダウンやり直しという形になります。三重相手陣41ヤードの地点にしかしあります。セカンドダウン8の状況を突破できるでしょうか。さあ32番にパスを続けます。タックル受けながら32番、このパスにより約5ヤードのゲインと変えました。ここでホイッスル、チームタイムアウト、広島ホーク。ここで広島が前半1回目のタイムアウトを取ります。前半終盤に入りまして攻撃が進んでまいりました。三重に対する対策を練るため広島ここで一旦タイムアウトを入れました。東はここでたまらず後半前半で1回目のタイムアウトを入れましたが、このタイムアウトを構想するでしょうか。三重その勢いを生かしたまま前半得点に結びつけられるでしょうか。三重相手陣36ヤードからサードダウン3の状況で試合再開となります。前半残り時間は1分15秒。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。広島ホークス19番、ディフェンスの反則です。オフサイド、ペナルティ、ボールが動く前に相手パーソナルファウル、フェイスマスク、広島ホークス19番。ここで反則は2つありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。さらにその際にその流れでフェイスマスク、相手のフェイスガードを掴んで倒すという反則がありました。この反則のうちフェイスガードの反則を取ります。反則の罰則距離はフェイスガードの場合は15ヤードの罰体、従いまして広島相手陣21ヤードに入ってのファーストダウン点となります。広島相手陣21ヤードからファースト、三重相手陣21ヤードからファーストダウン点、
この状況生かせるでしょうか。パスでゴー、ファーサー。ここでクォーターバック9番、ワイドレシーバー80番にパス、見事攻撃権更新果たしまして三重ファーストダウンです。ここでホイッスル。チームタイムアウト、三重ファイアーバード。三重ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。前半2回目のタイムアウト。素晴らしいパスを投じました。クォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身。取りました。ワイドレシーバーの80番は桐山、岡山、失礼しました、大阪市立大学出身のプレイヤーです。ここを勝負どころと見ました三重ファイアーバード。前半2回目のタイムアウトを使いまして、この残り4ヤードの状況に挑みます。三重ファイアーバード、相手陣4ヤードからファーストアンドゴー、インターセプト、ターンオーバー。失礼しました、ファンブルリカバー、ターンオーバーです。ここで三重はタッチダウンを狙うプレーを選択しましたが、ここでボールを下ろすと、それを奪いましたのは広島ホークス54番、ターンオーバーです。攻守交代です。見事ターンオーバーを決めましたのは広島ホークス54番の大江、島根大学出身のチームキャプテンです。これにより攻守は交代です。しかし広島自陣1ヤードからファーストアウト。パス不成功。ここで一気に陣地挽回を図りました。クォーターバック8番、ここでロングパス。ターゲットは10番でしたが、このパスはしかし不成功に終わっています。失礼しました。クォーターバックは18番でした。広島自陣1ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。ここで再びパスプレーを選択しました。しかしこれはあわやインターセプトという危険性がはらんだパスカットに終わりました。ここでホイッスル。チームタイムアウト、広島ホークス。広島ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。2回目のタイムアウト。ゴール前1ヤードという、1ヤードという状況ながら、ここで広島パスプレーを2度敢行しました。しかし結果的にこれは三重のディフェンスによりましてパス不成功に終わっています。自陣1ヤードの状況からサードダウン10の状況となりました。前半残り時間は50秒。タイムアウト取りました。広島自陣1ヤードからサードダウン10の状況に挑みます。さあランニングバックに託し中央突破を図らせましたが、キャリア39番、しかしタックルに合いましてゲイン1ヤードとなっています。ここでホイッスル。チームタイムアウト、三重ファイアーバード。三重ここで前半最後のタイムアウトを使います。前半3回目、先ほどのアウト時計は
そのまま消化される形になってしまいますが、ここでタイムアウトを取り、あえて時計を止めました。試合時間前半残り37秒となっています。さあタイムアウトを取りまして、三重時間確保を図ります。前半残り時間は37秒。広島自陣2ヤードからフォースダウン9。自陣深い位置からのパントでしたが、ハーフウェイ付近までこのパントを蹴り返し、陣地挽回は広島果たせました。さあ三重、前半残り時間23秒のこのシリーズ、ハーフウェイから実らせることができるでしょうか。攻守交代となります。三重ファイヤーバード、ハーフウェイからファーストダウン10。前半残り時間は23秒。パス成功、さらに行く、タッチ、そして今度はノーフラッグ、プレーは成立しています。しています。タッチダウン。ここでクォーターバック日光ワイドレシーバー32番にパス。これを見事32番キャッチしてから、その後素晴らしいコースワークを取りまして、相手ディフェンスをかわし、エンドゾーンに飛び込んだタッチダウン。先ほどフラッグにより無効となりましたタッチダウン、ここで決めました。三重ファイヤーバード6点獲得。ここでしかしイエローフラッグ、反則が発生しています。交代班、イエファイヤーマン、オフェンスの反則です。交代班、フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの外は何人いても構いません。しかしフィールドの中は11人以下と決まっています。この反則によりまして、イエ5ヤード抜退という形になります。三重5ヤード下がりまして、トライ4ポイント、やり直しとなります。このキックをキッカー25番の鈴木決めることができるでしょうか。フィードが動く、このトライ4ポイントは失敗、6点止まり。三重ファイヤーバード6点、広島ホークス19点。しかし三重ファイヤーバード、ここでまず1本タッチダウンを取り返しました。素晴らしいタッチダウンパスキャッチを決めましたのはワイドレシーバー32番の久保、兵庫県立大学出身のルーキープレイヤーがここで素晴らしい仕事を決めました。まず1本タッチダウン取り返しました三重ファイヤーバードのキックオフで試合再開となります。前半残り時間は11秒。広島リターンに入ります。しかしこれは三重57番が見事にカバーし、
広島リターンを自陣26ヤードでとどめました。リターナーは14番の和田、名城大学出身。そしてタックルをしました三重ファイヤーバード57番は宮沢、大阪市立大学出身のプレイヤーです。さあ広島自陣27ヤードからファーストダウン10、前半残り時間は5秒となっています。パス不成功、ここでロングパスを投じましたが、これは三重ファイヤーバードディフェンスがカバーしまして、パス不成功としました。前半終了、ハーフタイム。ここで前半終了となります。前半終了となりまして、広島ホークス19点、三重ファイヤーバード6点となりました。広島ホークスリードで前半戦終了という形になります。